さあ、それではですね、今日ゲストの西澤アナの恋愛プロフィールご紹介したいと思います。ここで、そうだ、このさ、しずるの恋愛集じゃなかったら聞けないんだから。これは聞いたことないです。ありがとうございます、はい。西澤さんは埼玉県出身の28歳、ミス中央大学2013年のグランプリ、知らなかった、そうだよ、はい、ミスコンよ、はい、グランプリだった、すごい、はい、初恋は幼稚園の時、お相手は生年月日と血液型が全く同じだった野球少年。幼稚園で野球少年、まあ、後にあの小学校入ってから野球やった子なんですけど、それで好きになったわけじゃないですか。違う、たまたまなんですよ。好きになったら、はい、すごくないですか。いいでしょ、方も、はい、これが西澤話です。なんかちょうどどうでもいい感じの確かに確かに、こんなんがすごいな俺すげえ好き、この人ほら、うめ感じ、恋愛しようだろ、恋愛しようだろ、ありがとうございます。村上さん確かにロマンチストだから。ちなみに血液型は O 型です。 O 型だ、はい、そうだ、一番怖いんだよ、 O 型。あら、始まってるよ、恋愛分析、独特な広げ方、怖いんだ、あるんだから。実は怖いんだ、俺らが絶対やらへん広げ方やってくれてるわ。 ABAB にない怖い、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 って言われてるけど、実は、ね、死ぬまで自分の本心は言わないタイプ。うわー、言葉まで持ってくる、そう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 、確かに恋愛史上っぽいわ、はい。そしてですね、初めて付き合ったのは中学1年生の時、お相手は市原隼人にで、サッカーが得意なクラスメイトだったそうです。いい感じの恋愛してますね、うん、はい、うん、しかも早いじゃないですか、西澤さん。中学1年生で付き合って、だいぶ早い。キスも、キスもした。いや、キスは中1じゃなかったです。なんすか、キスは、キスするでしょ、そら、うん、したいですよ。中3の卒業式の日に初めて来ました。あ、でも写真ある。そう、中学時代の。かわいいよ、かわいい、かわいい、かわいい、ツインテール、めちゃめちゃかわいい。うわ、めっちゃかわいい。あ、本当ですか、かわいい。あ、嬉しいな。ただ本当にやっぱ埼玉のかわいい子って、わかるわかる、そうそう、スタートの裾迷ってね、なんかみんなかわいいっぽい、ぽいね、そうなに、みんなかわいかったです。一軍だ、これが多分、確かに一軍。どうだったかな、だってミスコンなるぐらいだから。そんな西澤さんなんですけども、今回しずるさんと付き合うならどちらか聞いております。これは恋愛史上っぽくていいじゃないですか、はい、付き合うとしたら、うん、村上さん、おお、ただ結婚するならカズマさんだそうです。何それ、いらねえ、いらねえ、いらねえ、これ本当にいらねえ。いや、村上さんは結構ツイッター企画とかでも言葉が上手じゃないですか、うん、だからこういろんな人に、いろんな女性にそういうこと言ってんだろうなってっていうのがあるから結婚はないなと思って。でもカズマさんは女性関係の心配、そういう点で全くなさそうだなって思って。でもそれはそうかもしれない、結婚するならカズマさん、やっぱり絶対激凛だと思う。おい、スカタン、何これ、久々に来たな。いや、俺なんだかんだモテますよ、俺。いやいやいや、本当に。モテない、そのなんかエピソードあるの？は？全然聞こえない、早くて聞こえない、ブワーって喋るから分かんない。YouTube で見られるのはここまでです。アベマならニューヨーク恋愛史上を最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはここをクリック。